梶田秀次1月26日隊は、日本のロボット研究者、東京工業大学博士、産業技術総合研究所で、ヒューマノイドロボット HRP-2 や HRP-4C を開発。統立紳士に基づく二足歩行ロボットの制御や、運動量、核運動量に基づくヒューマノイドロボットの全身制御を実現した。 2015年のダーパロボティクスチャレンジにも出場。編著に、ヒューマノイドロボットがある。東京工業大学ロボット技術研究会、小林明研究室を経て、工業技術院機械技術研究所主任研究官、産業技術総合研究所知能システム、研究部門主任研究員、ヒューマノイド研究グループ長、上級主任研究員、昌平研究員、 中部大学客員教授を歴任。科学技術に関する文部科学大臣、表彰科学技術賞や日本機械学会ロボティクス、メカトロニクス部門学術業績賞の受賞者。女性型ヒューマノイドロボット HRP-4C、C、ミユ夢という愛称を持つ。不気味の谷現象が危惧されたことから、カジタ自身は、このような顔を持たせることに反対していた。 1961年愛知県生まれ。梶田は東京工業大学に進学し、学生サークル、ロボット技術研究会で活動。小林明のもとで二足歩行の研究に取り組む。1985年に東京工業大学大学院、理工学研究科制御工学専攻を修了し、工業技術院機械技術研究所に入所する。 機械技術研究所では二足歩行の研究に従事し、ロボット工学部運動機構研究室にて主任研究官を務める。ロボットの質量中心を質点として、倒立真摯に見立てた安定化において、重心位置を一定にする制御を実現。さらに、超音波センサで床面の凹凸を認識し、リアルタイムに保養を制御をした。1996年に、 東京工業大学において論文博士で博士を取得し、1996年に発表されたホンダの P2 には衝撃を受ける。また、同年2月から1年間、カリフォルニア工科大学で客員研究員を務めており、二足歩行研究データベースを公開した。その後、人間協調、共存型ロボットシステムプロジェクトに参加。 2001年より産業技術研究所知能システム部門ヒューマノイドロボットグループ主任研究員川田工業と産業技術総合研究所の共同で HRP-2 を開発ロボット制御では支持脚の足首周りの各運動量をその足首トルクで制御する手法を提案しロボット全身の運動量を各運動量を指定して全身運動を生成する 文化運動量制御を実現した。また、2005年にはカジタが編集、執筆を務めた専門の入門書、ヒューマノイドロボットが出版される。この本では、二足歩行やヒューマノイドロボットの全身運動生成などについて、基礎から最新の研究動向、歴史まで書き起こした。本書は中国語版、ドイツ語版、フランス語版、英語版も出版されたという。 2007年にはヒューマノイド研究グループ長に着任。その後、HRP-4C の開発など、三層圏におけるヒューマノイド研究をリードし、2015年にはダーパロボティクスチャレンジにも出場した。2018年の時点で三層圏上級主任研究員。2020年10月にはヒューマノイドロボットの第2版が出版された。同書は2005年の 第一版以降の技術について60ページ以上、過失されており、新たに、レーベンバーグ・マルカート法や特異点適合法、接触レンチは、ダイバージェント・オブ・コンポーネント・オブ・モーション、キャプチャー・ポイントなどの手法が紹介されている。2021年3月で三層圏を定年退職し、同年4月より、昌平研究員、中部大学の客員教授にも就任した。また、 2020年から産総研の金子賢治や東京工業大学の三平ペ塚マン・ツと共に空間量子化ダイナミクスやリーマン計量に基づくヒューマノイドロボット制御の研究を進めている。ビオラを演奏できる。サイエンスフィクションが好きで学会誌の記事に寄稿した際にはジェームズ・ P ・ホーガンの未来の二つの顔とアーサー・ C ・クラークの都市と星を推薦している。 HRP-2 カジタラはこの機体で分解運動量制御や力制御マニピュレーション短保養計画などを実現。ダーパーロボティクスチャレンジにも改良型で臨んだ。ありがとうございます。